お、これじゃあ、これはどうかな？これはどう？これはどうかな？ちょっとね、これは別にね、15分ね、やることをね、全然、15分をやること重きとしてなくて、これは本当に Wi-Fi の確認したいだけのただの配信です。お、綺麗？これなに？ちょっと動いてみる、動いてみる。どう？どう？いいかな、どうかな、どうかな。これだったらどう？すごくいい。嘘。やっぱ、じゃあ、あれ？来た？これを来た？来たこれ？ダメだ。動いたらダメ？でも動いてダメだったらさ、もう、これはダメだよね。動いてダメはもう、これはもう、よしとできないね。どうしよう、これ。ダメだな。ダメだな。これダメだ、ダメですね。完全アウトです。アウトだ。直んない。壊れてるわ。使い物にならないわ。動くとダメだったらダメだよね、これって。だって配信できないじゃん、そんな。終わっただね。そうだね。だって、これからさ、ずっと配信やるにしてさ、たくさん動いたりしたいのにさ、動くたんびにモザイクになるっていうことはもうこれはダメですね。買い替えますね、Wi-Fi。もう無理だ、これ。使い物なんないな。ね、いや、やめます。ダメだ、これ。本当に壊れてるんだ。なんでだろうな。アウトですね。動かないとまずまずだよって書いてあるけどさ、一生さ、こう、動かない配信するっていうのもつまんないからさ。ねえ、だって、今さ、やっぱ動かない方がいいから、ボードとかも書かないようになっててさ、読めないからさ、もうそれどころじゃなくて、昨日とかも真っ暗だったし、画面。そう、でもね、今日、この Wi-Fi で、メールも普通に送れたし、動画も見れたし、振り向きとかも見れたし、メールも送れたし、なんだろう、ブログとかもあげれるし、このショールームの配信以外は全部見れるんですよ。YouTube とかも普通に見れるし、ただショールームだけがめちゃくちゃ悪いんですよね。めちゃくちゃ。そうなんだよね。そう。それで昨日もね、握手会来た人にもう直しなよって、なんかどうにかしなよってたくさん言われたから、もうね、昨日の時点で Wi-Fi がダメだったから、すぐに、電話したんですよ、カスタマーセンターに。そしたらもう、ちょっとでも昨日は握手会とかもあったから、すぐにできなくて、まあ次の日にってことで、今日も朝ね、早めに起きて、電話して、で、なんか話しながら、こういう状況があって、こういうのがあってっていう感じで、いろいろ電話して、そしたら、そのお姉さんが言うように、なんか設定して、全部、どういう状況かとかも調べてもらって、全部やって、で、とりあえず、その設定とかを、言われた通りに手を尽くしてみたから、一応一回配信しようと思って今やってるんだけど、そう、でもこれでもちょっとね、今画質いいけどのは多分動いてないからだと思う。こうやって動いちゃうと多分また画質落ちると思うんだけど、そうなの、多分これももうこうなんダメでしょ。だから多分ね、こう動いたりすることが今できなくて、昨日もずっとこうやって配信してたと思うんだけど、そうなんだよね。だから Wi-Fi もなんか一回リセットして全部一からやり直した方がいいですよって言われたから、リセットして本当に電話しながら全部設定もね、教えてもらったんだけど、それでも直んないから、そうだね、今も本当にできることが限られてるね。
このテロップ入れられるようになったのも本当につい最近で、この前とかもね、そのたんびに真っ暗になってたのよね、実は。だからテロップも入れられない時が多くて、音声もね途切れてるっぽいんだけど、こっちからはね、あの、分かんなくて。そうなんだよね。そう、だからちょっと今日はちょっとダメっていうことがこれで分かったので、もう一回ちょっといろいろ相談して、あの、多分この Wi-Fi はもうおさらばすると思いますので、そう、もう今日でここまで手を尽くしてダメだったらもう無理だなっていう話だったので、そう、うん、これは本当に原因不明なんですよね。本当に2週間前までは使えてたのに急に使えなくなって、原因がなんだかさっぱり分かんなくて、そう、投げたりとか蹴ったりとか落としたりとか一切してなくて、ずっと棚の上に置いてあって、一緒のところにね、なのに急にできなくなって、そう、でも使い物になんなかったらショールームもねちゃんとやんないとやるからにはと思うので、もうおさらばですね、これはもうダメだと思います。はい、なのでね、でもまあ今日の今日すぐ今日の夜の配信から、あの Wi-Fi 違うのにしますっていうのはね、ちょっと無理なので、かといってねギガを使って配信毎日しますっていうのは無理なので、ちょっとねやっぱ買い替えたりとか、まあ、新しい、これがもしあの不良品の場合もあるので調べてみてね、そういう兼ね合いとかもあるので、ちょっとね1週間とかもしかしたらかかるかもしれないけど、そう、そうなの、そう、今日の今日からすぐ夜から綺麗な配信っていうのは無理だと思うんだけど、手を尽くしているので、でも多分これ今使っているやつはもう使い物にならないので、ちょっとねショールームもやるからにはちゃんとやりたいから、そうですね、一生こんなずっと Wi-Fi の調子悪くてちゃんとできないの嫌だから、そうね、そう、買い替えるか、不良品だったら新しいものに交換してもらうか、新しいものに交換してもらうか、買い替えるか、それかもう家族とも話して決めたのはもう光回線を引くかっていう、いろいろできるので、そう、どね、でも多分私は落としたりとかなんかしてたら、そう、一番最初のなんか SKE に入って初めてショールームやっていいですよって言われてすぐショールーム配信した時は本当に携帯のせいだったんです。あれは本当にね、携帯が悪くて iPhone 落としまくってバッキバキで、もう画面真っ白だって、でそれでも申し訳ないからっていうので iPhone も買い替えて、今のせっかく綺麗なのに次は Wi-Fi っていう、そう、もん、新たな問題がなるとは思わなかったので、ちょっとわからないんですね、困るな。そう、あの時はもう確実にね携帯側の問題だったんだけど、もう今はね最新のやつだし、そう、最新の iPhone だから、その iPhone が原因じゃなくて絶対にね Wi-Fi の責任なんだよね。こまっぴこまっぴ、しょうがないな。そう、アバターの配信もあるからまだできないんだけど、そう、そういうのもちゃんとさ、アバターの配信とかも特にたくさん人が来てくださると思うから、それまでにはちゃんとしたいんだけどね、やっぱこれで治んないっていうことは、昨日も今日も電話して全部できる、今できる手はね全部尽くしても、それでできないってことはもう故障なので、買い替えるか、固定にするか、どっちかにするんですけど、
すぐにはできないので、ちょっと我慢してほしい。それまでこう動かない配信になっちゃうんですけど、1週間2週間かかっちゃうと思うんですけど、ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、ということで、どうしよう、もうこれ15分やっちゃった方がいいのかな、せっかくなら。ね、そう、もうこれはもう全然15分やるとか全然考えずに、とりあえず Wi-Fi が使えるかどうかを知りたかった配信なんだけど、どうしようかしら。でも言うてあと2分ぐらいなのかな、どうなのかな。ね、本当に全然、今日夜できたらやろうと思います。ちょっとできなかったら、もうこういう Wi-Fi の調子がちょっとえぐいので、夜やる気になるかどうかちょっとわからないんですけど、そうなんですよね、ずっとね、なんか申し訳ない配信だからね、こっちも全然ね、なんかやろうっていう感じになんなくて、本当になんかやってもすぐ止まったり真っ暗になっちゃったりするんだろうなって思ったら、もう悲しいんだよね本当に。ね、やっぱダメでしたね、こんなことがあるのだ。昨日までよりはかなりマシ。本当？そうそうそう、夜練習も頑張らないと。練習は毎日してるので大丈夫です。握手会の後も何人かは残ってやってたんですけど、やってました。もちろん練習もするよ。そうなんだよね、ラグないね、ラグないのかな、マシになったの、マシになったのかな、こっちからは分からないんだけど、多分動いてないからかな。でも動いたらダメかも。そう、まあどうしようかな。カスタマー連絡して直った、いや直りはしてないみたいですね。ね、でも画質が悪いっていうのはちょっとね、申し訳ない、申し訳ないポイントなので、これもダメ。あ、やっぱ止まるでしょね。だからちょっとこれはもうダメ。ということで、明日以降ちょっと手をもうあれします。そうね、ね、やっぱダメでしょ、ほらダメなんで、動いたらダメなんだよ。はい、ちょっとダメなので新しい手を尽くそうと思います。はい、ランキング読んどこうかな、一応夜できないかもしれないのでランキングを先に読んでおこうと思います。 Wi-Fi の確認配信は失敗に終わりましたということで、はい、ありがとうございます。はい、ということでランキング読みます。13番島内さん、ありがとうございます。12番キラリン、あ、やっぱりダメだ、アットマークの後ろ読めないですね、ごめんなさい。12番キラリンさん、ありがとうございます。11番ロクピーさん、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとアットマークの後ろあのなんか出ますね、このエラーみたいな。はい、10番ゆきひらさん、ありがとうございます。9番ペペさん、ありがとうございます。8番ひらん先生、ありがとうございます。7番ショートアットマーク、ありがとうございます。6番エイナイトさん、ありがとうございます。5番ジャマさん、ありがとうございます。今日の4番はテル無意識の意味さん、ありがとうございます。課金4番です。3番べっちゃんさん、ありがとうございます。2番くもに、ありがとうございます。そして今日の1番はムーさんです、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。
はい、ということで15分経過したので一応終わろうと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっといろいろ分かった配信でしたね。はい、動くとダメ、あとまあ綺麗、昨日よりかは綺麗だけど今までよりかはちょっと汚い、なんだろうな、そう、元のやつからしたら悪くて、まあ結局今まで通りにできないっていうことが分かったので、これはもう設定とかリセットとかそういう問題じゃない、なんか何かの問題があるので、多分これはもうこの Wi-Fi はバイバイしてやろうと思うんですけど、そう、惜しいって感じ、本当。そうなので新しい手を尽くそうと思うので、すぐね、もう今日の夜からパランってちょっとできないので、契約とかもあるから、だからちょっとね、皆さんをお待たせしてしまうかもしれないんですけど、なるべく早く Wi-Fi とか環境を整えてちゃんとできるようにするので、ちょっとね、待っててほしいなって思います。はい、ありがとうございました。1855人の方ありがとうございます。ちょっとこんなね、お見づらい、お見苦しい配信で申し訳ないんですけど、早くね、綺麗な映像を見せられるように考えるので、待っててください。はいはい、頑張ります。さようなら、バイバーイ。